はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。まずは始めていきましょう。よろしくお願いします。今回ですね、 YouTube ではなく、Twitch で配信行うことにいたしました。ゲームプラットフォームである Twitch、 ぜひ、アカウントフォロー、チャットコメントなどよろしくお願いします。Twitch ライブ、マイチャンネル、マイアカウントライブウォッチ&マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画は2日後ですので、30日21時頃に YouTube にアップロード予定です。YouTube アカウントの URL は Twitch のチャット欄に記載してますので、ぜひアクセスしていただいて、チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live Archiveアップロード My YouTube チャンネル 2days after、YouTube My チャンネルアカウントサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 Twitter もや、 TwitterQX ですね。現在の X やっております。URL も、Twitch をチャット欄に記載してますので、アクセスいただきまして、ぜひ、ツイートの視聴、アカウントのフォロー、リツイート、いいね、お願いします。X、Twitter、Visit、and、アカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。11回目ですが、多分このまま先に進んでもまともに戦えないと思う。なので今回はまあレベル上げを中心に行いたいと思います。あ、その前ライブ行かないと、ライブのチケット勝手に入れたんだ。さあ、こいつみんな敵です。3か、結構食らう。スマッシュ、24か。なのに死なない。しぶといです。これか、ライブハウス。まずはこのライブハウスに入ります。何が待ってるんでしょうね、ライブハウス。聞いてみよう。いや、チケット。あ、開いて、開けてくれました。なんか、孔明の罠が待ってそう。ビールを5分は飲んで。確かこれ飲んじゃいけないんじゃなかったっけ？なんか飲んだらとんでもないことになるような、安直にイエスって言っちゃいそうなんですけど、これなんか飲むと良くないことが起こるんじゃないか、なかったっけ。なの
ので、ここはいい絵を選びます。おまわりは怖いよね。怖いです。警察怖い。嫌な帽子。いや、何？帽子に名前が書いてあったからさ。なんかちょっと恥ずかしい。突っ張りは山の化け物に両親を殺されてしまったの。突っ張り？フラグ？歌いましょう。さあ、ライブのお時間です。ノリがいいですね。ファミコンの世界でよくここまで表現できているよな。すごいなと思います。お、誰だ？え、はい。あ、バトルだ。BB弾のボス。耐えます。ここは耐えます。親父とおふくろ敵を取りて、この突っ張りってこいつか。やったろうじゃないの。メガネ野郎。借りてやるぜ。一生返さないパターン。あ、ハンナが残ったんだ。まあ確かにな、中途半端ではあったよな、真ん中。これ、突っ張りも選べるんだよな。あれ？突っ張り。あ、装備はあれか。レベル18へスタートですね。誰だ？キャー、エッチ。この突っ張りは何を装備できるんだ？武器防具が今ないんだが。そ
それをまず装備しないといけません。まずどうやらサバイバルナイフっていうのを手に入れないとダメみたいですね。こう。あ、舞台に登れるんだ。あ、一応戦ってみて能力を。あれ?あれ?バトルを終了?あ、そうか、こいつが支配しててバトルさせてたんか。4510。ドラッグストアに武器防具はないから、フードじゃない。さらに上に行って、バラエティショップ。これかな?これサバイバルナイフを買う。で、グッズで、髪型がサバイバルナイフをあるから、食べるなんて選択肢があるんだ。それはさすがに。サバイバルナイフを装備させます。マジカントに行くこともできるが、とりあえずレベリングを行います。怖いですね。ここスターマンだ。順番変えられないかな、並び順。攻撃力だけは強い。お、バッファローが3匹。ちょっとこれは。気をつけた方がいい。突っ張りの方がダメージ量は強いみたいですね。結構しぶといな。
ヒーリングじゃなくてライフアップか、ライフアップガンマ、あ、よしよし、もう一体おとなしくなった、倒せない。まだだ。ようやく倒しました。あ、ディスアーボット。早く倒してしまわないといけません。爆破28、結構食らいますね。道がある、なんか堤防みたいなんがある。なんだこれ、バレンタインの北ですね、堤防ですね。あ、どうだ、堤防沿いに西へ向かいます。あれ、何もないや。またバッファロー3匹やばい。いいダメージ量です。やばいかな。43か、自分がやられちゃう危険性あるからやっぱりライフアップなんだよな。敵だけは倒せたが、間に合うか？危ない。倒しました。残り1匹。ダメージ食らうが。1？ 無理ですね、これ。倒しました。
100ちょっとか、これ意外ともらえない。何これ、盗賊カモメ、なんでなんだこの盗賊カモメって。経験値もらえようかな。100か。結構多いな。スパイダお、倒せた。これは当然倒せる。残り1体になりましたね。え、何それ。あ、よかったよかった、助かった。スマッシュ。お、突っ張りレベルアップです。スピード4、賢さ1、体力3、フォース3。魔法使えないからな。なんだここ。展望台。見えるしは、煙は見えたよ。望遠鏡ってないよな。あ、望遠鏡設置されてるんだ。2つ望遠鏡ありますね。チェックで見れるかな。見えないものを見ようとしてますね。ロケットだ。何これ。え、なんで、なんだそれ。え、びっくりした。え、突然いちご味を豆腐を食べたことがあるかってしながら。いいえ。はい。なんかもらえるみたいだ。なんかアイテムもらえるのかもよ。
とりあえずまあ、解いていいかな。あ、でも奥なんかあります。なんか子供博士の、お前らもか。待ってる。展望台に引き上げるんだろうな。帰ろう。この道はどこへ通じてるんだ。早く帰らないとやばいかも。スパイダーだ。なかなか強いですね。55。バレンタイン西にいるだけか。PK ファイヤーだけなんだな、全体攻撃になるのは。なんだこれ、わけがわからない。やばいやばい、サインズを使われる。オッケー、撃ったね。オッケー、撃ちました。バレンタイン港っていうとこだったみたいですね。あ、またバッファローだ。強敵だ。違えた。
どうだ？倒せる？倒せない。突っ張りちょっとダメージが加わってんな。やばい、狙われてる。これ、あの、全員に回復させるんか。ちょっとガード。OK、ナイス判断。ホテルへ行こう。なんか書いてある？なんだろう。警察か。救急病院も一応あります。そう、隣ですね。ホテルは休みましょう。で、ハウスがあって、上かホテルは。どうだホテル。食べ物屋があって、デパートがあって。書いてある。ホーリーローリーマウンテン。どこだ？宿屋どこだ？宿屋が分かんないや。人がいる。港に行くべき。港ってさっきのとこだよな。どうだったの？ホテルは。警察署だったから。あ、ここか。さっきホーリーローリーマウンテンっていうとこがあったんで、
そこに向かいましょう。2000。近い。突っ張りは結構レベルに上がりやすいんだな。バレンタインかな。こっちがホーリーローリーマウンテン方向らしい。行ってみるか。ここで橋渡らなかったんだが、スターマンか。これは普通に倒そう。またカモメだ。2匹か。2匹ならそんな苦労せずに倒せるんじゃないの。結構ダメージ食らうな。突っ張り、あと足が速い。先制攻撃できる。スパイダーだけか。こう道が長いんだよな。あ、バッファローだ。やっぱり狙われてる。危ない危ない。一匹も倒せない。ガードかな。あ、受け合えた。倒せない。
自分は回復。倒しました。ライフアップベータ突っ張り。バッファロー2匹ですね、これ。倒せないか、どちらも。はい、レベルアップ。スピードが上がるな。ホース。なんかあるぞ。あ、なんか家がある。そりゃ嬉しい。もうさらに奥になんかある。なんだろう、ベッドか。なんだろう、あれ、でも休ませてくれない。あ、キス薬をもらえる。一生起きてなかったりして。頑張りなさい。
2匹か。やばいやばいやばい。あー、ハンナピンチ、ハンナピンチ。ナイス、ナイスハンナかも。ここは行き止まりか。ホリーローリーマウンテンっていうとこがあるんだよな。でも今回は行かないな。やっぱりレベルアップしたい。またパッファロー来た。お、レベル倒せない。開いた。どうだ？倒した。倒しました。取れるんだ。この辺何もないのかな。ってことは、これはマグネット、サイマグネットだな。あ、やっちゃった。倒してしまった。お、ハンナレベルアップ。体力は全然上がらないな。あ、いや、そんなことはない。12もアップした。
かなか会うときは会うけど会わないときは徹底して会わないな。あ、やばい、デスハーボットだ。ワスターマーもいんのか。ガード。サイマグネット。なんか覚えた、また。なんだろう。ブレインサイクロンなんていうのは。シールドオフ。ブレインサイクロンにシールドオフ。そっか、相手の防御力を削れるんだろうな。あ、そう、結局デスハーボとか。え？嘘？なんで？復活できる魔法ってないの？あ、そうや、スーパーヒーリングか。危ないな。あ、死なない。お、またスパイレベルが上がった。ですね、確率に攻撃力が上がってる。
スターマンか。やばい、デスハボットだ。あーそう、自爆するやつか。結構食らうなぁ。まだマシ。え、62って。当たり弱い。あ、またムーブだ。呪文使うのかい、こいつ。マグネット倒された。お、なんか洞窟があるぞ。バッファロー3匹か。受け合えた。倒せない。やばい。あ、死んだ。帰らないとダメだ、これは。あ、倒せない。うわ、やばい。倒せた。ハンナがやれるとつらいな。回復できないからな。じゃない、テレポーテーションだ。
取ってきた。誰？きつい。149、もうちょっとだな。突っ張りも早い。こう。しょぼい。がちょっと怖い。わかもめだ。デスアーボットだ。レベルアップ。ファイト2。7か。あ、最大ヒットポイントのみ。あ、嫌な組み合わせ。二人はガードに徹しよう。お、突っ張りもレベルアップ。
またバファローだ。こいつがとにかく強いんだよな。やばいやばい、狙えてる。やばいやばいやばい。残り1匹、残り1頭かな。OKです。やばいな。誰か倒せない。南湿地帯、湿地帯があるのか。あ、こっちに引き上げる方だ。マグネットだよな。どうだろう。あ、やっぱ先攻撃するか。
ああ、またバッファローだ、強敵。狙われるもんな。ダメだ、ここで倒せないとダメだ。ワンターン目で一匹。バカよ。あー、やばい、狙われたら突っ張りだった。やばいやばいやばい、死んだ。俺は死なない。突っ張り死んだ。これはやばい。残り一匹。やばいやばい。いや、これでいいんだ。テレポートってどのぐらい使うんだ。あ、3しか使わないんだ。これ有効活用しようか。ハンナがと突っ張りはもうちょっとだな。と無理せずにレベルアップいってした方がいいよな。
でテレポーテーションでバレンタインへ。あ、戻っちゃった。とにかくスマッシュ率が高すぎるから簡単にやれるんだよな。PP 点、あ、マジックパワーの方か。ヒットポイント上がらない。倒せない。狙われるよな。スピードが遅いからかな。レベルが上がりました。体力3、フォース1、2しか上がらんか。まあでも攻撃力は確実に上がってますからね。
一筆で倒した。さあ今度はカモメだ。おお、スマッシュ連続だ。あ、だが身構えているのもあり倒せなかった。これ一体か。お、2匹。マグネット空振り。またなんか覚えたな。ファシルドかな。ピケフリーズガンマか。
またカモメ。いいですね。みんな固めてるわ、ミオ。これ一体小僧カモメばっかりだな。優しい。髪型がレベルアップ。
PP もアップか。お、スパイもレベルアップ。1しか上がらない。なんか覚えた。お、ライフアップガンマ覚えたや。やばいやばい。ハイパースポーン、ストーンだ。貴重ですからね。あ、たくさんある。こんなにいらん、サイパーストーン。一個はいるからな。すっぱり渡しとこう。サイパーストーンも使おう。
17か、また微妙だな。そう、毎回壊れるとは限らんしね。あ、余計開いた。おっと、スマッシュだった。で、サーボットだ。倒した。だんだん倒せるまでのスピードが短くなってんね。再マグネット使っちゃおうか。やばい、43か。お、ハンナレベルアップ。賢さ4、体力1、ホスヨン2か。お、スパイもレベル上がりましたね。体力4、もう15もアップした。最大が113か。防御してる。
タイマグネット。モスバダークネス。どんどん奪っていきますね。1万超えましたね、突っ張りが。スパイダーか。あれ？やばい。97枚回復した。
あ、バッファローだ、久しぶりの強敵です。いや、これじゃなくて、フリーズガンマを使おう。倒した。防御してたんだろうな。まただ。倒してしまった。あ、デサーボット来た。左右マグネット。お、残り1匹。
わあ、一気に使っちゃったよ。あ、爆発するやつや。爆発するからな。お、スパイレベルアップ。これで、本日は終わりかな？まあ、ほぼ、今回はレベリングに徹したってことですね。こうなってます。186あるんだ、ハンナは。いかにハンナを死なないようにさせるかだろうな。いや、あ、もうちょっとなんだ。168か。はい、ということで、今回は、まあ、バレンタイン周辺でレベリングを中心に行いました。次回はホーリーローリーマウンテンを目指します。白い家までは行けましたね。この白い家で、まあ休めるんで、それは足がかりにホーリーローリーマウンテンへ行って、
よりクライマックスに近づきたいと思います。はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。Twitch で今回配信を行いました。 Twitch、ぜひまだ分かったアカウントフォロー、お願いいたします。Twitch ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画2日後に YouTube にアップロードいたします。プレミア公開の予定です。ぜひ、Twitch のチャット欄に書かれている YouTube のチャンネル URL にアクセスいただき、チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This live my YouTube チャンネルアップ2 days after my YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter の X のアカウントもあります。こちらも Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。アクセスしていただきまして、ツイートご覧いただいたり、アカウントフォロー、いいね、それからリツイートぜひお願いします。ツイートツイッター X、プリーズアクセスアカウントフォローアンドグッドボタンアンドリツイートプリーズ。ということで、マザー1、遊んでいきました。次回はホーリーローリーマウンテンを目指します。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。